セティ一世は古代エジプト第19王朝の第2代ァラオ。名は、セト神の君を意味する。エジプト神話で主にワールとして描かれるような、セトの名を冠したファラオの即位は、実在が確認できる王では、初めてのことであった。セティ一世は、悪縁圧天の時代に荒廃した、エジプトの復興に努め、国力の充実も図った。海外遠征にも力を入れ、パレスティナへ進行。 西ではリベア軍を撃退し、南はナイル川の第4急流までを支配するに至った。彼の子、ラムセス2世の代におけるエジプトの大繁栄は、セテ1世の安定した知性によるものが大きいと見られる。非常に大柄で戦士になるために生まれてきたような男であったが、同時に芸術にも関心が深かった。性格は穏やかであったとも伝わる。 アマルナ時代の悪性によって低下したエジプトの国力、国威を回復すべく、父ラムセス一世の共同統治者として、シリアへの軍事的対処を行い、父の死後は政策を継いで北方のパレスチナへと遠征し、ヒッタイトを押し戻すことに成功した。また、南方のヌビアにも遠征し、成功を収めたほか、公海地方で近郊を発見している。このほか、 リビア人の侵略を撃退してもいる。リビア人は後にエジプトに同化され、ファラオさえ排出することになるのだが、この時点では単なる侵略者であった。内政面では、アマルナ時代の影響を一掃すべく、伝統的な宗教、芸術の復興に力を注いだ。アビドスのオシリス神殿やカルナックのアメン神殿、タジシ自身のための総裁殿などの建設事業はその一環である。 自身のためには他に王家の谷に壮麗な墓を建設している。これらは遠征とともに諸国にエジプトの国力回復を見せつける人行意であった。世に広く知られるエジプト美術は彼の知性に完成されたものであると言われる。セティ一世のミイラ現在カイロのエジプト考古学博物館にて保存されているセティ一世のミイラは非常に保存状態が良いものである。 防腐処理の際に塗られた樹脂が変色したために黒く変色してはいるものの、その顔は生きた人間のそれと対して変わらないものになっている。当時の防腐処理技術が非常に高度なレベルにまで達していたことを物語っている。セティ一世の総裁殿には歴代王の名を記した王名表が残されており、一線級の資料として扱われている。ありがとうございます。